全景港未来方面の眺望横浜スカイウォークは横浜ベイブリッジ仮想部の展望施設。1989年9月27日から2010年9月26日まで営業を継続していた。2019年4月より特定日のみ無料で開放されている。横浜ベイブリッジの仮想部、大黒布団側から約320メートルにわたって、 設置された歩行者専用の展望施設である。横浜の市道であり、路線名は横浜市道スカイウォーク。一般には単にスカイウォークと呼ばれる。自動車専用道路に併設された日本最初の歩行者専用道路であるが、途中で途切れているため、これを使ってベイブリッジを渡ることはできない。競合となる高層ビルができて、展望施設としての魅力が低下したことや、 近隣に建設され、1993年以降、年間5000万から1億5000万円程度の赤字となり、開業21年目の2010年9月26日を、最後に一旦閉鎖され、通行不能となったが、橋脚と一体構造のために撤去はできず、安全点検のための維持管理は続けられており、またバス停留場の名前として、閉鎖後も、スカイウォークの名前が使用されていた。 一方、桁し高55メートルの横浜米ブリッジをくぐることのできない大型客船が横浜港に寄港する際は大黒不当に停泊するが、遊覧船を使った海上見学会には毎回応募が殺到し、増加する見学者への対応が求められていた。横浜市は客船を間近で見ることのできる施設として、2019年春の同不当旅客施設完成に合わせ、 投資設の営業再開に向けた検討に入った。市は平成30年度に1億9300万円を投じて補修を行い、2019年4月から日程を限定した無料開放を開始した。2019年4月より大黒不当に客船が停泊あるいはベイブリッジの下部を客船が通過する土日宿のみ、投資設を無料開放している。スカイタワー。 スカイタワー、スカイプロムナード、スカイラウンジの3つから構成される。順のが決まっており、スカイタワー4階、スカイプロムナード、スカイラウンジ、スカイプロムナード、スカイタワー3階の順に訪れる。横浜港の大黒ふ頭にあるガラス張りのタワーである。2階のチケットカウンターで、入場券を購入した後エレベーターで4階に登り、スカイプロムナードに入る。 中央間支出をはじめとする様々な防災設備が配置されている。スカイタワーには横浜海上保安部が設置した横浜港の内外を往来する船を監視するためのレーダーが設置されている。また、NHK 横浜放送局やテレビ神奈川が情報カメラを設置し、周辺の風景の映像を放送で使用している。なお、テレビ神奈川については、 スカイウォーク閉鎖後に同所にあった情報カメラを撤去し、横浜港を大桟橋に移設している。スカイプロムナードベイブリッジ下層の両横に取り付けられた空中散策路であり、行き帰り、各一本ずつの通路が国道357号を挟むように設置されており、スカイタワーとスカイラウンジを結んでいる。外との仕切りは金網であるため、潮風を受けながら散策できる。 国道357号の開通は2004年4月24日であり、以降は車の走行音が響くようになった。途中に休憩所が片道6カ所、計12カ所あり、無料の望遠鏡もある。途中にある3つの階段にはいずれも新商社用リフトがある。スカイラウンジベイブリッジの大黒不当側の首都下部に設けられたドーム型の展望施設。 二階建て構造になっており、二階がスカイプロムナードへの出入り口、一階が展望スペースである。横浜港や港未来、東京湾などのほか、大型客船や海上保安庁の船などを見ることができる。2006年4月からジャズバンドによるライブが開始され、2007年4月からはジャンルを広げてスカイウォークライブの名称で行われるようになり、最終日まで続けられた。 売店、ベイブリッジスカイクラブが営業していたが2010年3月31日を最後に閉店し、以降は自動販売機による飲料の販売のみとなった。2010年9月の閉鎖以前の情報営業時間入場料金書きはいずれも2010年9月の閉鎖時点における情報である。ありがとうございます。